こんにちは、ほのかです。さきやで、今日は2023年1月から放送予定の冬アニメ全52作品を公式 PV と一緒に紹介していきたいと思います。ほな行ってみよう。最初に紹介する作品は、あやかしトライアングルトラブルシリーズで知られる矢吹健太郎さんの新連載がアニメ化。不思議な妖怪がいる現代の日本を舞台に、主人公幼馴染あやかしの少女を中心とした三角関係ラブコメが描かれると思いきや、実は主人公が女体化する TS もののラブコメ。矢吹さんの作品やからバトルありエッチ要素ありのアニメっぽいな。次はアグレッシブレツコシーズン5、キティちゃんなどでおなじみのサンリオのキャラクターアグレッシブレツコのアニメ作品。15分のショートアニメで国内外を問わず人気が高く、今回で第5期が放送されるんだ。レッサーパンダのキャラってのがええな。ただネトフリ限定配信やから注意やで。次はアルスの巨獣、 DMM と朝日プロダクションによるオリジナルアニメ。甚大な被害をもたらす巨獣がはびこる世界で、巨獣を飼って日銭を稼ぐ主人公と謎の少女が出会い、少女を救う物語の中で世界の秘密に迫っていく。スタッフは割と著名な人が多いみたいやな。次はいじらないで長トロさんセカンドアタック。2021年に放送された長トロさんの第2期だね。最近このジャンルのラブコメはワイクール1本はあるくらい人気あるよな。ただどうやら1期から制作会社と監督が変更になったみたい。シリーズ構成とキャラデザは同じ人だから、そこまで印象は変わらないと思うけど、ちょっと不安要素はあるね。次は異世界のんびり農家、ナロー系作品で、ブラック企業勤めにより39歳で死んでしまった主人公が異世界に転移し、エルフや吸血鬼、天使といった美少女たちと共に農業をして生活をするスローライフ農業ファンタジー。タイトル通りのんびりした作風みたいだね。次は棒振りの第2期、ナロー初の作品だけど転生ものじゃなくてオンラインゲームを舞台にしたバトルコメディ。2020年に放送された第1期は可愛らしいキャラのほか、気合の入ったバトルシーンの作画が話題になったんだ。放送終了後に続編制作が発表されてたし、おもろかったよな。次は伊藤潤二マニアック。ホラー漫画家で知られる伊藤潤二さんの作品がネットフリックス独占配信でアニメ化。怪談トークでおなじみの稲川淳二さんとたまにごっちゃになるわ。わかる。ちなみに伊藤さんの代表作の一つ渦巻きはアメリカでアニメ化するみたいだよ。次は犬になったら好きな人に拾われた。これはエロアニメやな。正解。ある日犬になってしまった主人公と美少女たちとのちょっとエッチな日常を描いた作品で、犬目線のローアングルが見どころみたいだね。ツッコミどころが多そうやから、いろんな意味で楽しみやわ。次はヴィンランドサガシーズン2。プラネテスで知られる雪村誠さんの漫画を原作としたアニメで、2019年に1期が放送され、今回ようやく2期の放送が始まるんだ。もう待ちくたびれて原作読んでもうたわ。11世紀初頭のヨーロッパを舞台にバイキングたちの生き様を描いた作品で、主人公の復讐劇から始まる複雑な心理描写やドラマ、アクションシーンに定評のある作品だね。次は英雄王、武を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士。ナロー系作品で巨大な国を打ち立てて天寿を全うした英雄王が、次の人生で武の道を極めたいと願ったことで美少女に転生。新しい時代で騎士として認められるために戦いの日々を送る物語。性転換する TS モノファンタジーやな。次は大雪海のカイナ。シドニアの騎士で知られる二瓶勉さん原案のメディアミックス作品で、広がり続ける雪海によって大地が消えかけた異世界を舞台に、少年と少女の世界を変える物語が描かれる。本作でも二瓶さんが描く独創的な世界観は健在で、そこに沢野さんの劇版が加わり、壮大な世界観が構築されている。シドニアに続いてまた 3DCG アニメの名作が生まれそうやな。次はお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件。ナロー原作の作品で、一人暮らしをしている主人公とお隣に住んでいるヒロインの甘酸っぱい恋模様が描かれる。傘の貸し借りをきっかけに、ヒロインがズボラな生活をしている主人公のお世話をするようになり、二人はお互いに惹かれ合っていく。次はお兄ちゃんはおしまい。漫画原作のアニメで、妹に怪しい薬を飲まされて美少女になってしまったエロゲな趣味のニート兄貴を中心としたちょっとエッチなドタバタコメディ。今期 TS もの多くない？年々増えてる気がするね。アニメ制作は無色転生を手掛けた高品質な作画で定評のあるスタジオバインドが担当するんだ。次は解雇された暗黒兵士のスローなセカンドライフ。ナロー系作品で、魔王軍を解雇された暗黒兵士の主人公が人間の娘を助けたことをきっかけに人間と関わるようになり、冒険者としてセカンドライフを始める物語。スローライフ系のナロー作品やな。次は神たちに拾われた男に。2020年に放送されたスローライフ系ナロー作品の第2期だね。ブラック企業勤めが原因で死んでしまった主人公が異世界に転生し、スライムたちと一緒に新しい人生
生を歩む物語。いろんな能力持ったスライムが出てくるから、2期ではどんなん出てくるのかちょっと楽しみや。次は吸血鬼すぐ死ぬ2。原作は少年チャンピオンで連載中の漫画作品で、2021年に第1期が放送されると、女性を中心に絶大な人気を博したアニメ。すぐ死んでしまう吸血鬼とその使い魔、そしてヴァンパイアハンターを中心としたドタバタギャグコメディだね。次は漁港推理シーズン2。ミステリー小説原作のアニメで、第1期は2020年に放送。タイトルにある通り、事件を解決するときに真実よりも虚構による推理で人々や視聴者を納得させるという作風が面白いミステリーアニメ。おひいさまのキャラとアホ可愛さもええ感じよな。次は久保さんは僕を許さない。漫画原作のアニメで、人に認識されないほど影が薄い主人公と、そんな主人公に興味を持ったヒロインとの淡いラブコメ作品。ホニャララさんはホニャララ系のやつやな。このジャンルは一つのテンプレになってるから、逆に安心して視聴できる部分もあるね。次は、氷属性男子とクールな同僚女子。漫画原作のアニメで、現代を生きる雪女の末裔である氷室くんと、同僚でちょっとユニークな優しい冬月さんとの、心温まるお仕事系ファンタジーラブコメ。雪女要素をコメディテイストに表現しつつ、クールな社会人二人の距離が、少しずつ近づく様子が描かれるんだ。お前ら大人やねんから、早くっつけやって言いたくなりそう。次は、極主夫道シーズン2。漫画原作で、ネットフリックス独占配信のアニメだね。元ヤクザの主人公が、主婦として家事や炊事に奮闘するギャグコメディで、一期はアニメなのにほとんど動かない作画が賛否あったんだけど、内容は普通に笑えるし面白いんだよね。今回の2期もおそらく同じ感じだと思うけど、2期が制作されたってことは、評判は良かったみたい。次は、最強陰陽師の異世界転生記。ナロー系作品で、仲間の裏切りにより命を落とした、最強の陰陽師である主人公が異世界に転生。新しい世界では妖怪を従え、魔法より強力な陰陽術で俺つえする物語。転生前が普通の一般人じゃなくて、最強の陰陽師ってのがポイントやな。次は、ショータイムに、歌のお姉さんだってしたい。成人向けコミック原作のアニメで、一期は2021年に放送。男で一つで娘を育てるシングルファーザーと、歌のお姉さんとの、ちょっとエッチなラブコメ作品。2期作られるほど人気があったとは。次は、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン。ジョジョのアニメ第5期の最終クール、25話から最終話までの放送が、2022年12月1日から、ネットフリックスにて先行配信の後、2023年1月から地上波で放送予定。独占配信で全然話題にもならずに終わってしまった感。こればっかりは仕方ない。次は、新進化のみ、知らないうちに勝ち組人生。ナロー系作品で、第1期は2021年に放送。クラスメイトごと異世界に転生された主人公と、ゴリラのヒロインを中心としたコメディーファンタジー。一期はやっぱりゴリラのヒロインを演じる、声優の稲田さんのお芝居が光っていたね。二期はどういうストーリーになるのか期待やな。次は、スパイ教室。ライトノベル原作のアニメで、2020年より刊行。世界大戦の終結後、戦争はコスパが悪いということから始まった、スパイたちの情報戦を描いた作品。7人の落ちこぼれ美少女スパイと、その子らを指導する世界最強のスパイを中心とした、スパイアクションもの。ラノベヨマンうちでもタイトルを耳にするくらい、原作はかなり人気高いらしいから、これは期待やな。次は、断末4期の分割2クール目だね。1クール目の迷宮編からそのまま続くストーリーで、真相に落ち食べる鳥竜さんの運命が描かれるんだ。今回の話はあんま進まんかったけど、戦闘シーンが多いのはええよな。次は、鶴ね、つながりの一社。弓道に打ち込む男子高校生の青春を描いた群像劇で、第1期は2018年に放送。京都アニメーションによる繊細な作画と演出で、女性を中心に人気のある作品だね。2022年8月に公開された映画は、1期の総集編だから、2期から見ようと思っている人は、1期を見れば OK だよ。次は、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、実況の遠藤くんと解説の小林さん。ナロー原作のアニメで、悪役令嬢をテーマにした異世界転生作品。なんだけど、少し変わった作風になっていて、この乙女ゲームをプレイする高校生の男女が、神として実況や解説で、キャラに助言をしながら展開されていくアニメらしいよ。おもろいな、いかにも令和の時代のアニメって感じやわ。次は、D4DJ オールミックス。武士ロード企画の DJ をテーマにしたメディアミックス作品で、第1期は2020年に放送。武士ロアニメといえば最近はバンドリやけど、D4DJ も普通に人気あるんやな。ストーリーには、リリカルリリーを含む全6ユニットが登場とのことだから、キャラの多さ的にもファン向けのアニメになりそうだね。次は、転生王女と天才霊嬢の魔法革命。ナロー系作品で、日本人としての前世の記憶があり、魔力がありながら魔法が使えない王女が、天才霊嬢と共に魔学による革命を目指す、異世界ファンタジー。お、これは流行りのユリか、ユリなんか？落ち着け。
原作は完結済みで PV 見る感じはかなり作画も良さそうだよ。次は東京リベンジャーズクリスマス決戦編。第1期は2021年に放送され、男女問わずに人気を獲得したヤンキー SF アニメの第2期だね。1期はめっちゃいいところで終わったんよな。社会現象クラスにまで人気の高まった通り部が今回の第2期でどれだけ盛り上げてくれるのか楽しみだね。次はともちゃんは女の子。漫画原作のアニメで好意を抱いている幼馴染の男子から女の子扱いされない主人公の女子高生と周囲の友人たちとのやりとりを描いた青春ラブコメ作品。ボーイッシュな女の子が鈍感な幼馴染に翻弄されて可愛い表情や反応をするアニメっぽいな。男勝りだけど中身は乙女っていうギャップが良さそうだよね。次はドライガンスタンピード。90年代に人気を博した漫画原作のアニメで海外でも根強い人気がある SF ガンアクション。600億ダブドルの賞金がかけられた主人公を中心に人類の存亡をかけた壮絶な戦いが描かれる。めっちゃネトフリ集がするけどネトフリじゃないねんな。本作は一応リメイクアニメになり、主人公を含む声優は前作より変更。また制作会社は CG 専門スタジオのオレンジで、全編 CG 作画で描かれるアニメだからちょっと人を選びそうだね。次はニーヤオートマタ。スクエニの大人気ゲームニーヤオートマタを原作としたアニメで、近未来の地球を舞台に突如襲来したエイリアンとそれらに立ち向かう人類の決戦兵器である新型アンドロイド兵士たちとの戦いが描かれる。ゲームはやろうやろう思っててずっと積みゲーしてるやつや。キャラやストーリーはゲームと同じみたいだけど、ゲームはバッドエンド含めて26種類ものマルチエンディングを採用しているから、アニメがどのエンディングになるのかとても楽しみだね。次は虹4アニメーション。ラブライブの虹幕の4コマ系ショートアニメだね。アイマスやウマ娘ではよく見るけど、ラブライブ系でこの程のショートアニメ放送するのって初めてちゃうだと思う。とにかくアニメコンテンツを途切れさせないという運営の並々ならぬ強い意志を感じるね。次は人間不信の冒険者たちが世界を救うようです。ナロー系作品で冒険者パーティーから追放され、恋人にも振られた主人公が同じように仲間に裏切られた元貴族霊嬢や波紋神官女流戦士と酒場で意気投合しパーティーを組む物語。ここ数年アニメ化ラッシュ中の追放系。次はバーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン2バディゴルの2クール目来た。このチャンネルではおなじみのアニメだからね。オリジナルアニメで2人の天才女子ゴルファーがお互いに影響され合いながら上を目指すゴルフガールズストーリー。1クール目は闇ゴルフ編から学園編にかけてライバルとの熱いドラマを見せてくれたけど、2クール目は世界編ということで主人公たちの執事にもスポットを当てる模様。2クール目が始まる前にぜひ1クール目から見てほしい作品だね。次はハイカード。人気漫画かけぬるいの原作者2人が原作を務めるメディアミックスプロジェクトで、トランプと異能力バトルアクションを掛け合わせた作品。特殊能力を付与できる52枚のカードをめぐるプレイヤーたちの攻防が描かれるとのこと。原作者的にちょっと期待してる。次は光の王。小説原作のアニメで火をテーマにした人類最終戦争後の世界が舞台の長編ファンタジー作品。原作は完結していて、アニメはどこまでやるかわからないけど、どうやら昨今では珍しいワウワウオリジナルアニメとして放送されるんだ。有料の BS 放送だけってことか。地上波放送もなくてネット配信もないのはさすがに残念かも。次は氷剣の魔術師が世界を滑る。ナロー系作品で魔術学院を舞台に、一般家庭出身だけど最強の魔術師である主人公が俺つえーする王道学園ファンタジー。 PV 見る感じちょっと作画が怪しいな。そこまで予算の多い作品ではなさそうだね。次はフェイトストレンジフェイク。毎年恒例の大晦日に放送されるフェイトのテレビスペシャルだね。原作はデュラララやバッカーノの作者によるライトノベルで、フェイトシリーズのスピンオフ作品としてアメリカを舞台に聖杯戦争が行われるんだ。音楽が沢野博之さんで制作が A1 か。これは期待しかない。次は文豪ストレイドッグス第4シーズン。漫画原作の人気アニメで2016年の第1期から始まり、今回で第4期。太宰治や芥川龍之介などいわゆる文豪をキャラクター化した異能力バトル作品。男性キャラが多いこともあって特に女性人気の高いアニメだね。次は便利屋斎藤さん異世界に行く。漫画原作のアニメで現代日本で便利屋の従業員として働いていた主人公が異世界に転生し、手先の器用さを生かして宝箱の鍵を開けたり防具の修理をしながら仲間と冒険をする物語。 PV は優しい世界って感じの雰囲気で、多分これ好きなタイプの異世界アニメやわ。次は魔術師オーフェンはぐれ旅アーバンラマ編。2020年から始動したオーフェンのリメイクアニメ第3期だね。オーフェンの新アニメって全然話題になってなかったけど、3期までやるってことは普通に人気高かったんやな。日本より海外で人気あるのかもしれないけど、すごいよね。
次は僕とロボコ、ジャンプ漫画原作のギャグコメディでショートアニメとして放送。主人公の少年とメイド型ロボットのロボコの騒がしくも楽しい日々が描かれる。原作は読んだことないんだけど、1980年から90年代のジャンプ漫画パロディやメタ要素が魅力とのことだから、当時のジャンプを知っている人ならより楽しめそうだね。次は魔王学院の不適合者の第2期、ナロー初の作品で、第1期は2020年に放送。2000年前に恐れられた暴虐の魔王が現代に転生し、魔王を養成する学院に通う学園ファンタジー。不適合者の学院を押され見下されながらも、魔王が持つ強大な力で無双していく。アノス役の声優は鈴木達久さんから梅原雄一郎さんに変更。一期が面白かっただけに声優の変更は少し不安やわ。次はメイクマイデイ、ネットフリックス独占配信のオリジナルアニメで、氷と雪に覆われた惑星コールドフットを舞台にした SF アクション作品。囚人たちが刑務作業をする鉱山に謎の生物が出現し、人間を襲い始めるところから物語が始まる。二足歩行のロボットも登場するみたいやな。次はもう一本、原作は少年チャンピオンで連載中の漫画作品で、女子柔道をテーマにしたアニメ。天才にはほど遠い平凡な主人公と仲間たちの部活群像劇。柔道漫画といえば柔らやけど、キララっぽい美少女×柔道って組み合わせは珍しいな。メインキャラの女の子は4人っぽいから、日常アニメやキララ系が好きな人も楽しめそうだね。次はユナイトアップ、原作はソニーミュージックグループによる男性アイドルグループのメディアミックス作品。まだまだ公開されている情報が少ないけど、女性をターゲットにした 2.5 次元プロジェクトだろうね。このジャンルはライバル作品も多いから、こけるか大成功するか今後に注目やな。次は弱い5000年の草食ドラゴン、言われなき邪竜認定。ナロー初の作品で、心優しい人畜無害な草食ドラゴンが生贄として捧げられてきた思い込みの激しい少女に困惑しつつも、魔王討伐の旅に出るコメディファンタジー。ドラゴンと少女とコメディか、個人的には好きな設定やから楽しみやわ。次は老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。ナロー系作品で、家族を事故で失い天涯孤独になってしまった主人公の少女が、謎の存在からこちらの世界と異世界を行き来できる能力を与えられ、その能力を駆使して老後の資金を貯めるために奮闘する物語。異世界と日本を自由に行き来できる設定はチートすぎて草。以上、2023年1月から放送予定の冬アニメ52作品を紹介しました。おすすめ作品や気になった作品はありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。なお、今回紹介した作品は10月16日時点のデータなので、追加作品は次の動画の冒頭に入れて紹介したいと思います。来期アニメ紹介動画は1ヶ月に1本出す予定やから、次の動画もまた見てな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。